どうも皆さん、こんにちは。PO25 です。ということで、本日もね、動画の方を撮っていこうかなと思うんですけれども、今回の動画はですね、前回投稿しました、ベルーナドームの野球開催時の楽しみ方ということで、今回は試合周辺ですね、お話ししていこうかなと思っております。まあ、連続撮りなんですけれども、よろしくお願いします。ではね、早速、行きましょう。まずはということで、前回がですね、試合前の方の、楽しみ方の一つとしては、進化した球場で終わったんですけれども、今回4つ用意してきました。まず1つ目ですね、こちら前回と同じなんですけれども、進化した球場というのがですね、楽しみ方でございます。メットライフってね、ベルナドーム、すごい大きく改装しまして、実はですね、そのスタンドに行って席に行ってもらう道中にもですね、こう大型のテラスがあったりとか、デッキみたいなテラスがあったりとか、あとはその前にですね、芝生の場所があったりとかね、すごいこう、そこでも野球見れるんですよ。なんかデッキはですね、こう大きなモニターがございまして、そこにずっと試合の中継が流れてるんですよ。それ見ながらですね、椅子とかもあったりするんで、それにこう座りながらこう、だーって見てもらったりとかもできるし、ちょっと疲れたなと思ったら、芝生でね、こう座っていただいて、ね、音だけ聞いていただくっていうのも、これまた一つの楽しみかと。これ実は結構ね、多分ベルーナぐらいでしかできないんじゃないかなっていう観戦方法の一つなんで、そちらもね、ぜひ満喫していただきたいなと思っております。はい、ということで、一つ目、進化した球場。まあ、これ前回もやったので、ちょっとね、短めに終わらせました。続いて、二つ目いきましょう。二つ目ですけれども、こちら、球場飯。はい。非常に大事な、食事ですね。食事。ちょっとお話ししていきましょう。ベルーナドームが提供する球場飯というのはですね、実は西武ファン以外の方からもね、結構いろんな、なんて言うんでしょうね、こう、俺これ好きなんだよ、みたいな、お話をね、聞くこと多いんですよね。私もそういう、メットライフでね、ベルーナのね、食事はめっちゃ美味しいと思います。すごい、様々なジャンルのね、球場飯がございまして、例えば野球観戦に定番であるポップコーンとかさ、ポテトとか、そういうのもあったりとか、あとは普通に有名店の、お店も入ってたりするので、そちらで保証された味もあったり、あとはやっぱ特徴、やっぱその球場で物を食べる一番の特徴っていうのが、選手が自らプロデュースした球場飯というのもありましてですね、スイーツとかだったりとか、がっつり系だったりとか、ちょっと軽く食べるみたいなやつもね、全部こうね、いろんなものを選手がプロデュースしたりすることもあるので、そちらをね、食べるのがやっぱり一番こう球場を感じられるのかなっていうのもございますね。味も美味しいんだよね、あれが。すごいんですよ。はい。その他もですね、例えばこう試合前にお弁当を販売してるなっていう、店があったとするんですよ。で、そちらがですね、試合中の続き見たらね、パン屋に変わってるなんてこともね、実はあります。はい。そちらはね、そんなお店もあるんですよ。実はそのお店結構わかりやすいんで、ぜひともね、ちょっと探してみてほしいなということで。まあ、私、そのパン食べたことないんだけど、多分食パンぐらいしか売ってないんじゃないかな。わかんないんだけど。まあ、そんなね、お店もございますので、ぜひとも、探してみてください。球場飯を食べながらですね、野球を観戦する時間も至高の時間ですよ。たまんないっすよ、本当に。いや、めちゃくちゃいいので、本当にぜひともね、メットライフじゃないや、 ベルーナドーム行った時のね、球場飯っていうのは食べてみてください。本当に美味しいから。まあ、私よく食べるのがですね、まずはライオンズカツサンドというものでございまして、今あんのかな。 あるよな、でもね、あれはな。なんか、普通にカツサンドなんですけども、パンにこう、ライオンズの刻印がされてたりするんですけども、選手のカードなんかもついてたりしてですね、非常に面白い。ね、くじ運要素がある、すごいいい食べ物ですよ。やっぱり味も美味しいしね、普通に。まあ、普通の定番のカツサンドでございます。あとはですね、私、プロデュースの中でよく食べてるのは、前まではですね、銀焼きっていう、炭谷銀次郎選手というのがですね、まあ、いたんですよ、西武ライオンズ。今ちょっと楽天に行ってるんだけど。 楽天だったわ、そうだ、銀さん楽天だ、巨人って言うんですけど、楽天だ。そのね、対戦相手ですけども、今回のね、コラボの試合の対戦相手ですけど、炭谷銀次郎選手っていうのが、西武にいまして、そちらがですね、銀だこと、まあ、プロデュースして、こう、たこ焼きがあったんです。結構よく食べてたんですけど、ちょっと今なくなっちゃって、最近よく食べてるのが、おかわり焼きっていう、ものですね。お好み焼きなんですよ。こちらの中村拓也選手という、ね、選手がプロデュースした、球場飯なんですけれども、すごい美味しいですね。普通のお好み焼きで、結構いろいろね、具材も乗ってて、なんか 球場でこれ食べれるんだみたいな感じのくらいのクオリティなんで、ぜひとも食べてみてください。あとは、ライオンズ焼きかな。ライオンズっていうと、どういう皆さんが、
あれを浮かべるか分かんないんですけど、ライオンの顔がこうワーってなってるロゴあるじゃないですか。多分検索していただければ出てくると思うんだけど、そのロゴの形をした、まあいわばたい焼きみたいな感じなんですけれども、カスタードとあんこがな、あんこがなって、あんこがスタンダードなんですが、対戦相手によってですね、中身が変わるものがございまして、結構多分ね、数量限定とかだと思うんだよね。一回も買ったことないんですけど、今回楽天なんで、なんだっけな、楽天はずんだ餅じゃないよね。あれ、ずんだ餅だったか、の、牛タンか。牛タンだったかな。牛タンかなんかだったと思うんですけれども、そういう感じでね、結構その、対戦相手によって中身のフレーバーが変わるという、非常に面白いやつ。でもこれね、すごいこう、工数限定で、全然買えない上に、ライオンズ焼きって、試合中に買おうとすると、めっちゃ並ぶんですよ。超手軽に食べれて、めっちゃ美味しいから、並ぶんですよ、超。だからね、ライオンズ焼きを買うなら早い段階で買っといた方がいいかなと。ただね、まあその熱々で食べるのが美味しいんだよね。まあそんな感じでございます。ということで今回、2つ目は球場飯ということでございました。続いて3つ目でございますけれども、圧巻の演出。すいません、5個だったわ、多分これ。今日のトピック。3つ目、圧巻の演出でございます。試合を彩るのは迫力満点、圧巻の演出でございます。バックスクリーンにですね、まあ、皆さんわかるでしょ？バックスクリーンにですね、大きなモニター、まあ、通称L ビジョンと言われるんですけれども、そちらがですね、設置されておりまして、こちらからはですね、かっこよくもう選手が施された、かっこよすぎる編集が施された映像でしたりとか、試合中なんていうのは結構選手の名前があって、そこに成績も書いてたりとかしてね、進化して、さらにその、今日の成績まで出るようになったりとかして、すごい見やすく、より見やすくなってたりとか、あとナイスプレーとか点が入ったりとかっていう時に、すごいそのリプレイが流れたりとかね、例えば試合中のこうイニング間の交代の時に今日のハイライトみたいな感じで結構音楽とともに流れたりっていうのもね、ございます。はい。すごいですよ。あれはね、もうやっぱ、あれないとやっぱり今の野球はね、結構その厳しいんですけど。ね、そこに、ライオンズの選手だったら本当にこう、出塁率とか、ね、超打率なんていうのも伸びますので、ね、計算していただければ OPS も出せますから。ね、やってみてくださいよ。あとはですね、アピールすれば、すごいこう大きくアピールすれば、たまにカメラに抜いてもらえることもありますね。私はね、抜いてもらったことないです。メットライじゃないや、ベルーナだと。名古屋ドームで一回抜かれたことあるんだけどね。ベルーナは抜かれたことないですね。そんな感じでございますけれども。ね。まあ、だからそのアピールもね、まあ、まあ、本来は全部ライオンズファンがいる場所ですので、結構選手のね、タオルとかっていうのをね、掲げると思うんだけど、まあ、皆さん行った時に、寝そべりとかもやんない方がいいかな。どうなんだろう。テラジャンボはさすがにやんない方がいいかもしれないけど、まあ、若干この、ライオンズのユニフォームを着てる寝そべりとかだったら、もしかしたら、その日だけだったら抜かれる可能性ありますから、ちょっとやってみてください。あんまりこう、なんでしょうね、悪目立ちするようなことをやっちゃダメですけど、うん。ちょっとね、やってみてほしいなと。私、ちょっと、ね、ミューズの寝そべりしか持ってないんで、ニコニーの寝そべりしか持ってないんで、それできないんですけど、うん、よろしくお願いします。あとは、選手を後押しする登場曲なんかにも注目していただきたい。こちら登場曲が実はですね、すごい、なんちゅうね、いい切り取り方してたりするんですよね。まあ、例えば、例を挙げさせていただきますと。でございます。で、そんなね、圧巻の演出というのが一つね、魅力でございます。続いて、今回、四つ目かな、スタジアム DJ リスケ、ウグイス嬢鈴木あずささんということで。はい。こちらはどういうことか。西武ファンにはもはやおなじみのスタジアム DJ リスケさん、そしてウグイス嬢の鈴木あずささん、こちらにも注目していただきたい。もうね、西武ファン多分この二人だしね、ベルーンドームの試合なんて考えられないですよ。そのくらいもう皆さんにもおなじみのお二方。うん。まあ、そうでございます。スタジアムにリスケさんはどちらかといえば、こう全体の、試合の全体のこう盛り上げどころなんかをこうやったりとか、ライオンズの、選手側の、ライオンズの攻撃の時の選手コールをしたりするのがリスケさん。で、ビジターの方をやるのが、鈴木あずささんでございます。はい。ね、リスケさんの真似しようともできない、こう、真似しようとしてもね、できないかっこよさ。そして鈴木あずささんの安定感っていうのがですね、もう、この人たちなしじゃね、試合考えられないんですよ。おそらくですね、アクアアカスーパースターズのキャストさんも、選手のコールがあるかもしれないんですけれども、まあ、それだけ聞いてね、ありがとうございましたってなって帰るんじゃなくて、このお二方のアナウンスを聞いていただきたい。そうすればやっぱりこう、あ、これが本職としてる方のアナウンスなんだなっていうのね、もうすごさが分かると思うんですよ、プロの。
本当にすごいんで、聞いてみてください。もう、リスケさんのあの、英語とかやばいもん。あれ、真似しようと思ってもできないもん。うん、すごい。あれ、めっちゃかっこいいですよ。ちょっとね、で鈴木敦さんというと、やはり、有名なのが、杉谷拳士選手ですね。もう、野球知らない人でも知ってるんじゃないの、杉谷拳士選手。のいじりです。練習前に、本来ですと、相手チームのバッティング練習の時って、全然その何も言わなかったりするんですよ。まあ普通にバッティング練習って何も言わないんだけど、杉谷選手が打ってる時だけ、こう、なんだろう。いろいろね、こう、葉っぱをかけるというか、いじり上げるっていうのが鈴木敦さんのね、能力なので。もうそちらはね、ぜひとも、まあ、ただ日本ハム戦じゃないんで今回それはないんですけども、すごい安定感のある、アナウンス、ウクイスのアナウンスっていうのはぜひとも聞いていただきたいかなと思っております。続いて、今回何個目ですか、?5 つ目かな ?5 つ目だよね。5つ目、目の前にはプロの技ということで、何と言っても行くのは野球場です、今回。この前にですね、いろんな楽しみ方みたいな話をしましたけど、その場に行く一番の楽しみ方、一番こう何が楽しいか、一番何を目的にしていくのか、野球見に行くんですよ。もう目の前にはプロの方、もうプロの技がそこにあるわけです。様々なイベントとか施設がね、ありながらもうやっぱ一番見るべきは野球の試合なんですよ。まあこんな人はいないと信じたいですけど、ちょっと待ってください。中継で見る野球がですね、多分面白くないから、多分その人はすぐ帰ろうとしてると思うんですよ。中継で見る野球と球場で見る野球って結構別物なんですよね。もう、周りの雰囲気とか、やっぱそのライブビューイングとライブ現地の違いってあるじゃないですか。あれと同じなんですよ。そう。私もそのライブ経験してるから分かるんだよ。そう、ライブビューイングも確かに楽しいんだけど、ライブ会場に行った時、そのライブビューイングのいい席か、ライブビューイングですごい間近で見れるやつを選ぶのか、今回このライブがちょっといい席じゃなかったけど、現地行くのか、どっちだって言われた時に、おそらく皆さん、ライブ現地行くと思うんですよ。それと同じなんです。雰囲気が、マジで、その場合にないと分かんないから。そういう感じの、その、面白さがあるんですよね。実を言う、どれだけね、野球ファン歴をね、重ねてもですね、球場で生の試合見るっていうのはね、ワクワク、桁違いなんですね。正直、私言っちゃいますと、現地行ってる時はね、勝とうか負けようかね、終わったらね、めっちゃ楽しかったなって思うんですよ。正直ね、どっちが勝ってどっちが負けようかね、今日野球楽しかったわってなっちゃうの。それまでね、やっぱプロの試合ってね、魅力があるんで、ぜひとも一度ね、フルで生でこう野球の試合見ていただきたいなっていうのがあります。はい、ということで今回はね、試合中編でしたけども、こんな感じでございます。なかなか長くなったね。試合前編が最初の説明で12分だったんですけど、試合中編はですね、今現在ですね、17分撮ってます。多分今回ね、編集で切る場所がないんで、このまま出すんですけど、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録なんかをね、していただければいいかなと思ってます。ありがとうございました。バイバイ。